はい、どうも皆さんこんばんは、サイケマンです。ドラゴンクエストビルダーズ2、今日もねやっていきたいと思います。今日もねちょっと爽やかな朝を迎えたということで、早速やっていきましょう。前回のねパートのおさらいなんですけども、3種類の野菜をの種を集めろみたいなところで終わって、で犬がなんか来たんですね、ということでやっていきましょう。さあ犬、サイケマンさん、新しい種集めどうでしょうか。どうやって3種類の種を探せばいいか。都合よく飛んできましたね、チャコ。かつて島にいたモンゾーラ犬は鼻が利くことで有名だったそうです。犬がいれば種を探せそうなんですけど。いるの見てきてるよね、チャコくん。って、わ、このワンちゃん、いつの間に、なんて都合のいい。絶対見てきたな、チャコ。向こうに何かあるのか。お、このワンちゃんまさか胎児の使い的な子なんじゃ。種の場所を教えてくれるんですよ、多分。そんなうまい話があるとは思えないが、どうする、このワンコについていくか。まあ、ついていきますか、じゃあ。この犬を見て思い出すのは、ドラクエ2といえば、ムーンブルグの王女がね、犬にさせられてましたけども、お、ちょっと待って待って、はいはいはい。犬にさせられてましたけども、それとはまあ関係ないかな。ちょっと新たな犬が来たってことですね。ペット枠が来たと。今現在ペット枠はミミズのあの人しか、あの子しかいないから、ペット枠が来たってことですね。可愛らしい。お、結構鼻利くな。こんな遠くに案内してくれるんですね。こんな遠くに、遠方に。お、もうなんか新しい場所に出ましたが。ほう。来たことのない場所だな。見てみろ、サイケマン。湿地帯ってやつみたいだな。ここなら新しい素材もありそうだ。いろいろ調べてみようぜ。ん？ネズミもいますね。で、ワープポイントかな、あれ。薄汚いネズミがいると、この湿地帯のことを吐かせようぜ。日に日にパートを増すごとにね、このベジータ感が増していきますね。汚ねえネズミだ、みたいな感じのあれを感じますね。なんでちゅ人間、ニコニコ顔でフラフラとして。世に言う、ピクニックってやつでちゅか？ここはモンゾーラ大湿地帯でち。湿地で迷子になってもいいように後ろの導きの玉に触れておくでち。この地のおネズミやリリパットは人間に害がないと。まあ、じゃあ触れておきますか。お、これでいつでもワープできるようになりましたね。お、まだ犬がなんか案内してくれるっぽいんで、ちょっとついていきましょう。これなんだ？これなんだろうな、これ。まあまあいいや。追いかけようって言ってますが、普通にモンスターのとこを突っ切って言ってんだよな、あいつ。犬。あとコメントでですね、バグが多いですよと、気をつけてくださいよというコメントをいただいております。ありがとうございます。バグはちょっとね、僕も警戒していこうかなと思ってますよ。絶対絶命都市で懲りたんでね、バグは。バグワールドだったからな、絶対絶命都市は。お？女の子。女の子を、泣いてる女の子が一人に、この、鳥山明があられちゃんとかで描いてたような感じの絵の女の子ね。あなたたち、どなたですの？あ、この子、昔私が餌をあげたワンちゃんね、助けを呼んでくれたんだわ。やっぱり種じゃなかったか。だがまさか汚ねえ女とはな。ベジータ感がどんどん増してきますね。ますね、これ。下品な女だ、みたいな。何をあなた、失礼しちゃうわ。可憐なレディに向かって。私と妹は教団の方々にここで反省するように言われて、もう何日もこの穴にこもっているんです。それもこれもお腹が空いてたまらなくなって、とうとうお料理というものづくりに手を染めたからですわ。それであんたたちは何してる人たちなの？あ、この震えてた方がお姉ちゃんか。で、この、なんか、絵がね、昭和と平成ぐらいの差があるんですよね、これね。あなたビルダーなんだ。お友達と農園を作ってるのね。そんな、教団の教えに背くようなことを。なんか、ヒース感があるよね、この子。ヒースと多分、うまくやっていけると思うよ、この子。こいつらは教団の信者みたいだな。農園に連れて帰ってビルダーにしてやろうぜ。それ面白そうね。私、リーズ。こっちは姉のソフィーよ。私たちに農園っていうのを見せて。そうそう、もし農園ってるところが遠いなら、静かはワープしてひとっ飛びでしょ。こいつなんか、ゲームのシステムにまで口を出してきたな。はい、この子たちね。
よしよしよし。これ今のね、多分サムネにすると思います。さあ、じゃあ早速ワープして戻りましょう。多分ね、俺の予想だと、この二人はね、料理担当かな、と思っています。ちょっと美味しんぼ的な展開になっていくんじゃないかなと。あら、私ったら気がついたらこんなところに連行されて、腕まで突き上げて。ここが最低マンの農園なんだ。みんなでここ作ったなんて私ジーンと来ちゃった。まあ、リズ、何を言ってるの？ダメよ、ビルダーなんかに騙されては。私決めたわ。教団なんか抜けてビルダーになる。ここでモリモリ食べ物を作るのよ。最低マンこれあげる。甘い匂いがするから拾っておいたの。お近づきの印に。これ多分、野菜ですよね。うん。ってことは、あと2種類ってことですね、野菜は。よし。ソフィーとリズが仲間に加わったと。まあ、多分料理担当かなと。うん。で、野菜の種を集めていくっていう、本当にこれ美味しんぼ的な展開になっていきますね。あと2種類の野菜か。お、ハートも手に入れました。で、あと2種類の野菜をどうするかってことなんですが、最低マンさんが持ってるそれ、ひょっとして新しい種じゃないですか。そんなしれっと持って。なんかちょいちょいなんかバカにするような語句があるよね。しれっと持ってとか。これもワンちゃんについて行ってあげたからですね。新しい仲間も見つかりましたし、そのキビの種、リズさんが持っていたということは湿地帯でならもっと見つかるかもしれません。それじゃあこのままこのワンちゃんに協力してもらって。え？ワンちゃんくん、ワンちゃんさん、ワン様。ワンちゃんなんかどっか行ったね。うわ、どっか行ったね、あのワンちゃん。あの気まぶり、簡単に言うことを聞いてくれなそうですね。一体どうすれば。クックック。動物を懐かせるには頭を撫でてやるのが一番だろう。お前が言うなよ。この中で一番人間っぽくないお前が、一番人間っぽいこと言ってますよ。頭を撫でてやるのが一番だろう。人間に抱く警戒心を破壊するのだ。近づくときは走らぬこと。後ろからこっそり近づき撫でること。それが動物を懐かせるコツだ。だそうです。サイテマンさん、シドウさん、うまく頭を撫でて、あのワンちゃんを仲間にしてください。まあ、犬をね、ちょっと手なずける前に、ちょっとこの種を植えておきましょう。キビの種ね。そして、俺台所ちょっと増やしました。食事なんか待ってるメンバーみたいなのがめちゃくちゃ多かったので、台所を増やして、そう、なんか列作ったりとかしてたんですよ。だからちょっと増やしました。で、ワンちゃんか。ワンちゃんに、後ろからゆっくり近づけと。スニーキングミッションをしろと。こっちから行って無理だ。こっちから行きましょう。よし。気づかれないように行きましょう。村の外に出る？犬、もしかして。よし。撫でる。オッケー。犬を手なずけた。犬が仲間に加わった。手なずけて仲間に加わって、この BGM と。結構堀裕二もふざけ出しましたね。まあ、堀裕二先生がこの設定をやったのかわかんないけど。なんか伸び伸びとやってるよね、ビルダーズって。スクエニの社員が、社員の人が。ワンワン、犬なんですね、名前ね。どうやらこの犬お前に懐いたみたいだな。ワン、こいつどことなくお前に似てるな。よし、早速名前をつけてやろうぜ。そうだな。名前？よし、お前の名前はアニマルゾンビだ。それかデスジャッカルだな。ぽくないよね、全然。それは嫌だろ、犬も。あ、俺がつけんの？あ、俺がつけんの？俺か、俺がつけんのか。じゃあ、犬ということなんでね。部下にします。部下。はい、これでいきましょう。部下がついてくるようになったと。なんだよ、勝手に名前つけやがって。まあ、部下ってのも悪くないか。まあ、指導君好みの名前ですね、部下は。ワン。部下、お前は今か俺たちの部下だ。しっかりついてこいよな。よし。撫でる。よし。犬がちょっと癒しでね、仲間になりました。お！
サイテーマンさん、やりました。ワンちゃんを仲間にしてくれたんですね。部下さんがいれば、これからの種探しもはかどりますね。ついにモンゾーラ犬である部下さんも仲間になりました。今こそ本格的に種を探す時です。そこでサイテーマンさん、私たちで種探し隊を結成しませんか？俺がリーダーで、部下さんが案内役、私とマギールさんが司令塔です。おいおいおい。俺が司令塔だろう。俺が司令塔でリーダーで案内役だろう。指導さんが入っていないですって？それじゃあ指導さんは切り込み隊長ということで。マギール役に立つのかな？それじゃあ皆さん、畑作りはドルトンさんに任せて、島に眠る種探しと行きましょう。マギール役に立つのか。こいつここまで貢献何一つしてないが。はい、とりあえず、種探し隊みたいなのが結成されました。でだ。まあ、この畑はね、こいつらに任せるとして、本格的に種を探していきたいんですが、まあ、とりあえず依頼出てるんで、こなしていきますか。さあ、サイテーマンさん、早速種探し隊の出動です。最近ちょっと舌が回らないんですよね。口内炎ができて、めちゃめちゃ長引いてから舌が回ってないんですよね。まずは手始めに、君の種を探しませんか？リズさんにもらった分、まだ少ないですし。君の種は湿地帯の水の中に埋まっておろう。モンゾーラ犬ならば見つけられるはずだ。犬が走り出したら後を追い、吠える場所の水の中の土を掘るのだ。そうすれば求めるものが見つかるだろう。ただ、キビは特別な育て方のある作物だ。手に入れてもすぐに植えてはいかん。俺も植えたけど。それじゃあ一体どうしたら？俺も植えたんですけど。安心するがよい。キビの育て方はわしが教えてやろう。だが、キビを育てるためにある道具が欲しい。湿地帯にある高台の家に、メギラというわしの召使いがおる。そやつに話してとある壺を取ってくるのだ。とある壺？乾きの壺？か？乾きの壺っていうと滝を発生させる壺なんですが、サイテーマンさん、湿地帯のキビの種を25個とマギルさんの言う壺を取ってきてください。はい、ということで湿地帯に向かいましょう。徒歩で向かうみたいなバカなことはしませんよ。ワープでいきます。ルーラで飛んでいきましょう。さあ、ということで早速キビの種と、ま、犬が吠えてくれると思うので、キビの種が近くにあれば。おっ、なんかいるな、ネズミ。大ネズミの色替えみたいなやつがいますね。なんだお前、ネズミたちの楽しい井戸端会議を邪魔するんじゃねえよ。色違いですね、全員ね。あの一番青いやつが一番弱いのか。左のやつが一番弱いのかな。畑作りのために作物の種を探し中。お前面白そうなことしてんな。ネズコードもめ。この湿地帯のことやキビの種のこと何か知っているのは今すぐ吐き上がれ。ベジータですね、完全にね。吐き上がれだ？アンちゃんやけに偉そうじゃねえか。おいお前たち、このお偉いアンちゃんに身の程ってやつを教えてやろうぜ。バトル？え、マジか。別にいいけど。俺回転切りあるからまとめて片付けれますからね。ぬるいんだよな。俺はもう足手まといではありませんよ。雑魚どもめ、身の程を知ったのは貴様らだったな。ん？もう少し平和的になんとかできないのかだと。手加減はしてやった。心配しなくてもすぐに目を覚ますはずだ。多分な。ほらな、今度こそ種や畑作りのこと吐かせようぜ。すみませんでした。生意気な口聞いて、お連れさん強いんですね。さあ、聞きたいことがあるなら、何なりとどうぞ。あなた、キビの種を探しているんですね。キビの種はこの湿地帯の水辺の土の中に埋まっています。まあ、それはわかってるんですよ。その、召使いってやつですよね。マギールが言っていた。差し当たり、あそこのトンネルを抜けたあたりとか怪しい気がしますね。あのトンネルを抜けたあたり？せっかく湿地帯に来たんです。高台のお家を見学したり、珍しいリリパッドに会っていったりするといい思い出がなるかもしれません。この辺の情報は横にいる2匹のネズミが知ってますよと。高台っていうワードが出てきましたね。
さっきはすみませんでした。お釣りの方がそれほど強いとは。ところであなた、この湿地内の高台の家には行ったですか？そこにはメギラって魔導士がいて、畑作りに役立つ特別な相撲を持っているらしいです。興味があったら、ここから南の高台にある家。はいはいはい。で、西にリリパットか。湿地帯の西でリリパットを満たす。オイラが見たところ、リリパットは何か悩みがあるみたいだったですと。はいはいはい。ということなんですが、とりあえずまずは、南の高台に向かいましょう。こっちですね。うん、南はこっちですね。もう高台、まずは、おどうした部下、急に立ち止まりやがって。これ、種じゃないですか？何が言いたいのかさっぱりだが。そういや、鼻が利くモンゾーラ犬は種を探してるんだったな。部下について行ってみようぜ。よし。まあ、とりあえず種を回収しましょうか。お光ってるところを掘れってことでしょうか。よし。どうするさ、あの光ってるところ掘ってみるか。犬が何かを見つけて吠えることがある。吠えてる場所に行って地面を掘ろうと。よし。こうかな。お、出ました出ました。これを25個集めろってことですね。まあ、モンゾーラ犬がいればそのうち集まるのと、まあ、高台にまずは向かっていきますか。キビの種が見つかったと。水の中にまだ埋まってる25個を集めようぜってことですね。よし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 。こんなものはもうお安い御用ですよ。あっ、あぜまぜまぜまぜ、なんかいる。こいつあれだ、あのギズモだ。ギズモ、ギズモですね。ドラクエ6から出てきたモンスター、ギズモ。犬、まあとりあえずそのうち行くぞ、犬部下そのうち来てくれると思うので、まずはとりあえず高台の方に向かっていきます。おー、なんかこの BGM とこの旅してる感じ、なんか最高にテンションが上がっていきますね。このギズモは無視。高台の家って言うとあれか、あれだ。これ結構遠いね。右から回っていくか。右もなんか光ってるポイントみたいなのがありますが、右から順番に回っていきましょう。ドラクエ6もやりたいですね。こうなってくると。冬休み中とかにやりますか。俺今ね、ドラクエクリアするまで終わらないシリーズ、3までやってるんですよ。クリアするまで終わらないというか、クリアするまでやりますみたいな、当日中にクリアしますみたいなシリーズ。とりあえず、お、いた。3までやってるので、4、5、6もちょっとやりたいんですがね。ん？こいつかな？哀れな子羊よ。今日も元気に破壊活動してますか？ん？確かに私がメギラですが、特別な壺を取りに来たですって？その前にです。あなたたち匂う、匂います。私の鼻はごまかせませんよ。正直に言いなさい。あなたたち作物の密造していますね。はい。なんと正直な、教団の教えでものづくりが禁じられていること知らないのですか？まあ、こっちには、あの人いますか？マギールさんいますからね。まあいいでしょう。そういうことならあなたにはまず作った野菜を教団に納めてもらうことにします。野菜を納めれば褒美としてこの家にある小汚い壺を差し上げましょう。さあ何やともあれ小麦を50個私に渡すのです。一度どこかに帰るつもりならそこの導きの玉に触れておくんですよ。小麦50個ぐらいだったら余裕で持ってますが。哀れな子羊よ。小麦を50個持ってきたのですね。その小麦をこちらにお渡しなさい。これは美しい小麦だ。なんとも恐ろしくおぞましい。知っての通り島ではものづくりが禁止されている。食べ物がなければ生きていけない。魚や昆布、落ちている木の実を食べて生きていますが、私はどっちも嫌いなのです。形あるものは壊せ、それが教団の教えですが、最近は破壊が進み戸惑う幹部もいます。それとも今の島の体制をも破壊する、これが真の破壊ということなのでしょうか。島の総督ヒバ番号出ました。島の総督の名前ヒバ番号。
教団本部からお戻りになるはず。もうすぐ戻ってくると。マギール様にもお戻りいただかなくては。そうでした、小麦のお礼にこの壺を差し上げましょう。はい、手に入れました。乾きの壺きた。これがね、滝を発生させるでおなじみの乾きの壺です。水を汲んだり撒いたりできる。あ、滝を発生させるんじゃなくて水を汲んで撒くことができる装置ですね。で、だから結果的に滝を発生させれるということなんじゃないかなと思います。で、まだなんか依頼が出てるみたいなんですけれども、一旦この辺でこのパート終わります。また次回ね、この続きからやっていけたらなと思います。ということで、また次回もお楽しみに。サイテンマンでした。ありがとうございました。